片瀬里乃さんです。ご両親を5年前から老人ホームにお入りになったそうですけど、一人っ子なんてなかなか大変だそうでございますが、介護を経験なさって、またいろいろ成長なさったそうでいらっしゃいますけど、いろいろコロナ禍でも心にも体にも変化があったそうで、いろいろ伺わせていただきます。まあお父様は元商社マンで、はい、96歳でいらして、はい、専業主婦のお母様で95歳でいらっしゃって、ね、はい、お二人さっき写真を見せていただきました、はい、なかなかあの写真を見せてくださるのも前に3年前にこの番組に、はい、出演させていただいた時に初めて両親の写真を、ね、テレビで、出させていただいて、そう怒られるかなと思ったんだけどすごく喜んでくれて、あ、そうなの、はい、そうなんです。じゃあよかった、はい、で今回少しずつなんかやっぱり私がこの世界で仕事して両親の話もしたいっていうことも分かってきてくれたかなっていうので、うん、何枚か持ってまいりました。あ、そうなんだ、よかった、はい、そうですか、はい、でもご両親は5年前から同じ施設の隣り合わせのお部屋に入ってらっしゃる、はいはい、あなた一人っ子なもんですから、はい、とてもなんか大変そうですね。まあ自宅で2人一緒にいる時はいろいろ大変でしたけど、やっぱりいろんなプロの方の力をお借りして、うん、ああ自分で気がつかなかったことっていっぱいあって、でやっぱり短期起こしてたことっていっぱいあるんですよね、でもそれもワンクッション置けるようになったことで、うん、両親への接し方がやっぱり変わりました。あ、そうなの、はい、あれどうし、皆さんおっしゃるけどどうしても分かっているんだけど、どうしてそんな前にできたことができないんだなと思っちゃうから。そうなんですよね、うん、それで私は一人っ子なので両親はスーパーマンだと思ってたんですよ、うん、そうね、何でもできると思ってたんですよ、うん、だからそれができなくなった時のこう認めたくない気持ちがすごく強かったんだと思います。はい、そうですよね、ですから、まあ、今同じホームの、隣同士の部屋にいるんですけども、そういうプロの方の力を借りてプロの方の接し方を見てると自分が足りなかったこととか、うん、あとそれからやっぱり待てるようになりました、うん、少し。なるほどね、はい、でご両親お出かけの時車椅子だそうですけども、はい、一緒に車椅子に2つっていうわけにいかないの。そうなんですよ、で私いくらなんでこうやって2つ押していくわけにいかないので1人30分ずつ、うん、でホームでもこのコロナ禍でホームでも面会15分っていうのはできるんですが、うん、父がやっぱり時計ばっかり気にしちゃって、あと何分あってらんの、何分、うん、そうするとか落ち着かなくてかわいそうなので、そうそうそう、外のお散歩だったら30分ぐらい連れて出れるので、いいの、うん、それで交代でお散歩を連れて、はい、そうなんですよ。そうで、こう一緒にだからそんなにそばにいたことってあんまりないんですよ、ね。そう、普段はね。そうなんです。それで、面と向かって話すわけではないんですけども、なんか同じ景色を見てる幸福感っていうんですか。横並びでね、うん、横並びでそれがなんかとっても幸せな時間です。良かったですよね、はい、週にどのくらいの割合でいらっしゃる、はい、週2週間に1回ぐらいなんですけど、うん、お散歩に出るのは、うん、それで帰りに父はコンビニとか寄ってそれでいろいろお買い物してあげたり、それで母はすごくやっぱり子供が大好きな、私子供いないじゃないですか、結婚しなかったから、だからちっちゃい子と会うともうすごく嬉しいんですよね。あ、そう、かわいいね。で、いろいろこんにちはとかって声かけたり、あとハンサムなおまわりさんには声かけちゃうんですよ。いいわね。こんにちはなんて。こんにちはとか、あったかいですねとかいろいろおしゃべりしちゃう。いいわね、そういうのね。はい。お父様のお誕生日の時になんかケーキが来てお祝いしたって、はい、毎年、お誕生日、本当だ、はい、これはホーム のファミリールームっていうところでやらせていただいたんですけど、そういうとこもあるのね。でちょっと口を隠してるのはちょっと歯の調子が悪かったものでちょっと恥ずかしい口元だったので私が歯を隠しました。あ、そうなんだ、はい、そうなんです。それ分かんなかった、ちょっと入れ歯が調子悪かった、はい、でもああいうピンクのケーキ、26歳で、ね、美味しそうな桜色のケーキ、はいはい、桜のケーキで毎年こういう大きいショートケーキでやってたんですけども食べきれない
ないし、やっぱり食べたすぐ食べやすいように、うん、そうね、はい、すごい喜んでくれました。いいわね、そう、はい、お母さんも OK な方ね、それで経理してらっしゃるのねなんかおしゃれするの大好きみたいで、朝もちゃんと自分でお洋服を選んで、あ、そう、はい、だからいつまでも座ってもらいたいなと思ってますけど、うん、まあ今お部屋にも上がれないんですね。でも、まあ、そのぐらいきっちりあのやっぱり予防をしていただいた方が安心は安心なんですけども、うん、まあね、コロナで、はい、うん、そうなんですよね。だから、まあ、季節が良くなってでいろんなことが落ち着けばまた今までのようにお部屋に上がったりもできるようになると思いますけど、ね、うん、あ、そう、はい、それは寂しいわね、うん、ちょっと寂しいですね、うん、でも毎朝7時過ぎには必ず電話してるんですよ。あ、そうだね、はい、携帯電話に、うん、それであのおはようって言って、うん、それであの父がそばにいるときは変わってみたいな感じで、うん、でも時々お母様は電話をしたこともちょっと忘れたりなさることあって、はい、忘れちゃうこともあるんですけども、それとあの父も電話変わったりするとあの喋りたい気持ちが先に先に行って何喋ってんだか分かんなくなっちゃうんですよね自分でも、うん、そうするとちょっと分かんないかママ変わって通訳してって言うと母は母で違う話しだすからなんだかよく分かんなくて結局私電話かけてて何の用事でかけたんだか自分で忘れちゃってそれでもまあ楽しければいいかな。そうよ、笑っちゃったりすればね、はい、うん、はい、でもホームにお入りになったんで、はい、それが終わりかなと思ったら終わりじゃないっていうふうに実感なさってらっしゃって、だからやっぱりそのうまくいかないとそのストレスをどうしてもぶつけちゃってたのが、うん、ちょっと余裕ができて待ったりとか、うん、それからいろんなことを考えられるようになったので、その分違うことができるように接し方が、うん、で、ま、両親が出てったマンションで今でも戻れるようにいつでもしてあるんですけども、うん、あの食事に帰ってきてもいいなと思って、うん、でもそういう時に私は80を過ぎた両親にこう優しくなかったなって感じるのは片付けをしててやっぱり老人が暮らしやすい部屋ではなかったんですよ、うん、私がとってもおしゃれに作っちゃったんですお部屋、うんうん、だから何も両親は文句は言わなくて素敵なお部屋でこう家具もあれしてけどありがとうって言ってくれたけど、もしかしたら今あ暮らしにくかったんじゃないかな、もっと優しくお部屋を老人が暮らしやすいように作ってあげればよかったのかなってちょっと今わか初めて、なるほど、ね、あのベッドを買う時に私はこう低めのおしゃれなベッドがいいって言ったら、いや母が立ち上がるのに高さがあった方がいい、そうそうそう、それ分からなかったんですね、うん、でもその時高い高さのあるベッド買ったんですけど、今になって言ってることがだんだん私も年齢が上がってきて、自分で低いところから立つの大変、そうなんですよね、だから8つ自分で身をもって分かってきて、ああもっとこういうふうにしてあげればよかった、こういうふうにしてあげればよかったってことがいっぱいあるんですけども、ただまあ2人ともおかげさまでちゃんと自分でご飯食べたりおしゃべりしたりとかできる、まだあの元気に頑張ってるので、うん、今からでも遅くないなっていうのが、うん、あのあります。そう、はい、でもあれね、一人っ子だとなかなか大変ですよね、はい、全部そうなんですよね、もう今まで本当にあの自分でいろんなことをやり始めて、はあ、こんなに細かいことまで全部してくれてたのかと思って、もうびっくりしちゃって感謝です、もう何もできないんですよ、ね、私自分ででもご両親に結婚指輪をお送りになったんですって、はい、それは、うん、これ父が素敵入院してる時に指輪外さなきゃいけないじゃないですか、うん、病院で、あ、そうなの、そしたら太ったもんですから若い時に比べてここが切って指輪してたんですよ、うん、あ、そうなの、それで、あ、こんなにまで指輪大事にしてんだと思って、それで、2019年に、うん、あ、そうだ、2人の結婚祝いに、あの結婚記念日に指輪プレゼントしようと思って、すごい、うん、それであの徹子さんもよくご存じ森明夫さんに、うんうん、あの実はあの指輪プレゼントしようと思うんだけどって言ったら、じゃ指輪サイズ測ってらっしゃる、え、サイズってであのこうイチャラチャラっていろんなサイズがあるじゃないですか、でこれ持ってって測ってもらいな、もう、うん、あの測ってらっしゃいって言われたんです。でも、なんて言って測るのって言った、いや、そんなのあんた女優なんだから自分で考えなさいって言われてそれで、どうしようかなと思って、そしたらもう指あげるってこと分かっちゃうもんね、そうなんですよ、内緒にしたかったんで、そうそうそう、それで、あの、あ、
今度はドラマで私なんかあの指輪すごい豪華な指輪する役が来ちゃって、これでサイズ測ってくれって言われたんだけど、あなたたちもちょっと試しに測ってみるとか嘘ついてそれで母が9で父が14か15だったのかな、それで指輪のサイズをゲットしまして、はい、それで作っていただいて、それでちょっとあの結婚記念日にセレモニーして、あら、お喜びになった、はい、今だからお店になってる、はいはい、仲良くしてますでも随分お二人とお元気そうね、はい、あ、そう、はい、なんかやっぱり両親が笑ってくれると嬉しいです、そうよね、はい、笑ってくれるのが一番嬉しいで、お二人ともとっても嬉しそうにしてらっしゃいますもんね、はい、あ、よかった、はい、そうですか、はい、ちょっとコマーシャル挟んで年金だとかなんだとかっていうことが全然今までやってらっしゃらないので大変だったそうですけど、はい、ちょっとコマーシャル挟みます、はい、片瀬さんはこの5月で65歳におなりになるんです、はいはい、それで年金の手続きとかなさるんだけど、それ今までお知らせが来たのでお母様が全部やってくれてたので、全部やってくれてたのでそれで来て、あ、そっかと思って、で区役所行って、それであの年金もらえる年になったんで、これどこで手続きしたらいいんですかって言ったら、そういう年金機構みたいなところがあるっていうか、そこ行きなさいって、で地図くださったんですよ、うん、それでその地図であのそこ行きまして、そしたらご予約はって言われたから、え、あの予約しないとこれはダメなんですかってか、え、何のご用ですかってか、いや実は65になるんでこの手続きをしに来たんですけどもって言ったら、あ、あのそれは65を迎えてから来てくださいって言われて空振りだったんですよ。あ、まだダメなんですかって言ったら、あの、え、前じゃダメだ、前じゃダメだ、そういうことが今まで全部母がやってくれてたので、うん、何もわからなくて失敗ばっかりです。なんか来たらすぐやらないといけないのかなと思って慌てちゃったんですよね。でもそういうの慣れてないとね。そうなんですよ。でもよくそんな面倒くさいことお母様やってくださったからね。全部やってくれてたみたいで、だから本当そういうの、今変わって両親のことをいろんな来るじゃないですか、あの、あの介護保険のこととか、うん、そういうのは私が反対にこうやるようになってよくわからなくていろいろ聞きながら、うん、やってます。で、はい、割とそういうのってうまくいくようになってますか。まあ失敗してもあの最近いやーとかならないで、あの聞くように、聞くことが恥ずかしく、そうですよね、なくなってきて、わからないんですって教えてくださいっていうようになりました。そうですよね、はい。でもコロナ禍で生活に変化が来たんですって、なんか、はい、そうですね、やっぱり外出できなくなって、お外で食事ができなくなったりとか、あとジムが閉まってる時期もあったので、その間やっぱりなんかお散歩によく行くようになって、お散歩なさる方すごく増えましたよね。そう、でもやっぱり季節がいいとお花に誘われて、そう、散歩してて、気分素敵な格好してらっしゃるのね。でお散歩行くのも前の日に何着ようかって洋服選んで並べといて楽しいじゃないですか。はい、はい、これちょっと顔を全部隠してる、日焼けしないようにちょっと、あ、そう、あ、はい、あれしてお宮式でね、足で分かっちゃう、でもこれでやっぱり体重減ったりするのか、やって歩いてらっしゃって4キロぐらい痩せました。本当に、はい、そうなんですよ。だから普通に食事もしてて、同じ食事してて、まあ、あの泳いだりはずっとしてますけど、これ歩くだけで4キロぐらい、そうですね、1日 何時間ぐらい歩いて、1時間ぐらいとかで、歩くときはでもあのすごく歩いちゃうんですけども、うん、行ったらその分帰らなきゃいけないことをちゃんと考えていかないとダメなんですけど、でも私ね、あのいつもタクシー代は持ってるんです。もし途中で足痛くなっちゃったりとか、うん、なんか調子悪くなったらもうそれは、あ、うん、タクシー乗って帰ってくるのもいいかも、うん、思ってます。そうですか、うん、はい。でもロケ先でも歩いたりとかなったら、そうですね、だからあの運動靴は必ず持って、スニーカーは持って行ってます、うん、なんかやっぱり知らない、あの車から見るこう景色と歩いて見る景色と全然違うの で、ね、うん、で特にこれからの季節お花が綺麗なので、そうですよね、そうな、お花に誘われてお散歩しちゃうっていう、そうね、そうですね、特にあの歩いてると低いところにあるのも見えるしね、そうですね、うん、だから
からなんかすごく自然とこの近くなってる気がして、朝も私朝電気つけて起きるの嫌なんですね。でカーテン隙間必ず開けてるんです。それでその太陽の光、あこれこれ、うん、太陽の光ですごい朝あで、だから冬と夏じゃ全然時間、
それでも今日朝6時に起きて、はい、それで朝ごはん食べて、植木にお水あげて、掃除機かけて、ジム行ってきましたから結構いろいろ。すごいわね。やっぱりなんかしちゃうんですけど。相当すごいわね。そんなにはできないで本番の日に。すごい。でもまあ何しろ健康じゃないといけないし、それとやっぱりこう考える時間が増えたんで、やっぱりこう両親に対しての自分の至らなかったこととかも、うん、自分が年齢が上がってきたこともありますし、いろいろなんか感じることが、やっぱりお友達に対しての接し方も、ね、やっぱりちょっとやっぱり変わってきましたね。まあ、そうですよね、はい、大人になるってことなんでしょうね、うん、きっとね、はい、大人になってから初めになったピアノとか三味線とかコーナーとか、はい、そういうのを随分お稽古をね、なんかでも大人になって始めた趣味って子供の時よりも長続きしますね。あの小さい時っていうのはやっぱり親にしなさいって言われて、そうそう、うん、始めたお稽古だけど自分で選んだ、あらすごい、これあったですか、はい、自分で選んだあのものだから。これ何か、あ、おさらい会が年に2回あるんですよ。クリスショーなんですけども、それでお歌もやらなきゃいけないので、小歌とそれから三味線とやって、うん、やっぱりあの発表する場所がないと怠けちゃうので、これ舞台が始まる前にちょっと一人で音を合わせてる時なんですけど、うん、あのやっぱりおさらい会はあった方がいいみたいです。なるほど、そうね、うん、そうしないとなんか このぐらいでいいかなってな、うん、やっぱり人前でなんかこう披露させていただくってこと大事なのかなって思いますけど、なんか仕事より緊張しちゃうんです。そうね、なんか分かんないんだけど、仕事の方よりもなんかガチガチになっちゃう。そうね、はい、お三味線っていうものもまた難しいものじゃないですか。ものすごく、あのお三味線はご自分のお三味線、親戚のお嬢様からちょうどいただいたのが。本当に、はい、そうなんです。はい、これなんでこんなに難しいのかしらね、三味線って。三味線って難しいですね、うん、あのご機嫌損ねちゃうと音が全然外れちゃったりとか。そうですね、お三味線難しい。でもなんか大人になってか、まあ50過ぎて出会ったんで、やっぱり小歌の歌詞の意味とかは子供には分からないもの、ね、だから、やっぱりいい時期にいいタイミングで出会えたのかなと思ってますけど、ね、うん、あ、そう、50過ぎてからだとね、はい、いいかもしれませんよね、はい、そうですか、はい、今日はご両親見てらっしゃる。はい、もちろんです。そうですか。じゃあ一言何かメッセージがあったらご両親におっしゃったら。パパママ、ママも今年96歳になりますけども、100歳目指して頑張ってください。一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。恐れ入りました。そうですか。ご自分の老後ってことについては考えてみる、はい、やっぱり今は両親のこと私がしてるからあれですけども、私のことをしてくれる、ね、人は誰もいないので、本当に順ちょっとずつでも考えていかなければいけないのは思ってますけども、ただあのまだなんか物を捨てるよりも、まだ捨てる前にちゃんと思い出を確かめたい。あ、そうなの、はい、すごい。思い出を確かめたい、はい、いい思い出がね、たくさんある。